ポジションポジションで固まりすぎてるんで、いわゆる先が見えない。農家も多分言われたのを作ってるだけじゃダメなんですよ。もっと本当はこの一次産業に光は当たるべき。株式会社出雲製茶の岡裕太です。出雲製茶は2006年に立ち上げになりまして、もともとは島根県氷川町にある東水園っていう会社があってですね、創業100周年の時にもう一度茶園から茶の間へっていうことをもう一度やってみようというところで立ち上がりました。僕、まあ、お茶屋で生まれて、ここじゃなくて誰も僕のことを知らない世界で勝負したいなって思ってたんですよ。で、就職は東京の方で番組制作会社に入ったんですよ。物を作っていくのはやっぱ面白いなと思いましたね。物を作るっていう中に自分の個性がどう生かせるかとか、いいものを作っていくっていうのはそこで学びました。帰ってこれないかなっていう話があった時に、帰るつもりはなかったけどどうしようかなって思ってるってことは、どっか僕の中でやっぱりここを気にしているところがあるんだなっていうのがあったんで、それだったらもうこっち勝負してみようと思って帰ってきました。面積は全部で12兆部ですね、あります。で、品種は全部で8品種。お茶って本当にその水の排水性が大事なんですよ。下に水がたまらないように一回これを植える前に穴を掘って竹とかを入れて、空間ができて水の通り道があるんですよね。でもそれって結局詰まったらダメになっちゃうんで、明鏡といって今度は目の見える形で周りを掘ったりして、そこに水が入っていくんですよ。肥料屋さんと話して今年からなんかまた良くなる。雪こんぐらい積もるんですよ。多いとギリギリの寒さのところでやってるな。山陰、まあ、山の影って言われるぐらい、いやマジで曇りしかない。だから本当に天然のかぶせみたいな感じなんですよ。ただまあそれがお茶にとってはどっか有利に働いてるところもやっぱりあって、香りがやっぱり特徴がちょっとあるんですよね。この土地で得られるエネルギーっていうのは本当に大事なんだな。うち若い人間多いんですよ。20代もいますし30代前半ばっかりで、そこでもうスクラム組んで、やっぱ妥協しないですね。この土地で何ができるか、どうベストを尽くしていくか、まあ、そこでやっぱ美味しい、ここのじゃ美味しいねって言われるのが嬉しいのはあるんですけど。